はいどうもこんにちはこんばんはしぱです。今回は OBS で配信映えする動く枠を作成する方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まずは動く枠とは何なのかわからない人もいると思うので実際に見てほしいのですが、こんな感じでゲーム映像を目立たせるように外側を囲むように表示させる動く枠や、雑談配信時にアクセントとして表示させる動く枠のことを言っています。これは簡単に言えば OBS 側で動画を枠の形に切り抜いて動いている枠に見せているのですが、視聴者さんからどうやって作成しているのかという質問が多かったので、今回は OBS で配信映えするような動く枠を作成する方法を解説していこうと思います。それではまず最初に必要なものの準備をしていきますが、動画を枠の形に切り抜く必要があるので、その枠を作成する必要があります。ちなみに枠の形に切り抜くための画像をイメージマスクというので、今後はイメージマスクといって解説していきますが、イメージマスクを作成するなら画像編集ソフトを使用する必要がありますね。自分は GIMP という無料の画像編集ソフトを使用して作成したので、 GIMP での作成方法を解説していこうと思います。画像編集ソフトをインストールしていないという人は GIMP をインストールするのがおすすめなので、説明欄に記載している動画リンクからやり方を確認してきてください。これ以外の画像編集ソフトを使用している人もいると思いますが、背景動画の編集が行えるのであれば枠の作成は可能となっているので、やり方を確認していってください。ちなみに自分でイメージマスクを作成するのは面倒だったり、どのように設定することで動く枠が出来上がるのか早く体験してみたい人もいると思うので、自分がすでに作成しているイメージマスク用の画像を無料配布したいと思います。説明欄にサンプル画像のリンクを4つ記載しているので確認してみてください。画像を保存することができたら、動画目次の OBS で動く枠の設定を行うの項目から OBS での設定方法を確認していきましょう。もしも GIMP を使用して一からイメージマスク用の画像を作成していきたいと考えているのであれば、これから解説する作成方法をチェックしていってください。 GIMP をインストールすることができたらイメージマスク用の画像を作成していきます。今回はこのような最もシンプルであるサンプル画像1を元に作成方法を解説していこうと思います。まず GIMP を起動するとこのような画面が表示されていると思いますが、画面左上にあるファイルをクリックして新しい画像をクリックしてください。するとこのような画面が表示されるので、幅を1920、高さを1080、単位をピクセルにしてください。次に詳細設定をクリックして塗りつぶし色を白にしてください。できたら OK をクリックしましょう。すると 1920×1080 の白い画像が追加されます。ただこのままではちょっと見にくいので、画面左上にある虫眼鏡マークのズームをクリックして縮小にチェックを入れ、白い画面をクリックして画面ぴったりに収まるように表示サイズを調整してください。ちなみに拡大縮小に関してはコントロールキーを押しながらマウスホイールをコロコロ動かすと拡大縮小が行えるので覚えておくのがおすすめです。次にイメージマスク用の画像を作成する時のルールがあるので解説しておきたいと思いますが、特定の動画にイメージマスク用の画像を適用すると白い部分のみ特定の動画が表示され、それ以外の部分に関しては動画が表示されなくなります。今回は分かりやすいように白以外の部分は透過させていきますが、基本的にこの画像の色を白以外に変更しないでください。次に画像を切り抜いた時に背景が透過できるような設定をしていきますが、画面右側にある背景というレイヤーの上で右クリックしてアルファチャンネルの追加をクリックします。パッと見ただけでは何が変化したのかわからないかと思いますが、次に矩形選択をクリックし、画面内をドラッグすることで四角形の形で範囲選択することができます。ちなみに四隅にある四角形をドラッグすることで範囲選択の微調整を行うことも可能です。あとはコントロールプラス X のショートカットキーで切り取りを行うと、このように画像を切り取ることができ、チェック柄になったところは透過された状態になります。なのでこの機能を利用して白い画像を枠の形に切り抜いてみてください。このようにイメージマスク用の画像を作成することができたら画像を保存していきますが、画面左上にあるファイルをクリックして名前をつけてエクスポートをクリックします。するとどこに画像を出力するのか選択する画面が表示されるので、 PC 内の管理がしやすい場所を選択し、画像の名前を入力してください。ちなみに名前を入力するときは最後の部分がピング形式になっていることを確認してください。
もしもこれ以外の形式になっていると透過されるはずの部分が透過されずに出力されてしまい、ただの真っ白な画像として出力されてしまうので注意しましょう。保存場所と名前の入力、ピング形式であることを確認できたらエクスポートをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、特に変更することなくエクスポートをクリックしましょう。すると指定した場所に画像が出力されているので確認してみてください。今回は解説のためにシンプルな形で画像を切り抜きましたが、今回作成した画像はもちろん、自分はいくつかのイメージマスク用の画像を使用しているので、必要であれば説明欄から画像をダウンロードして使用してみてください。イメージマスク用の画像を作成することができたら、 OBS で動く枠の設定を実際に行っていきましょう。ちなみにこの動く枠は動画を枠の形に切り抜いて使用しているので、事前に枠用の動画をダウンロードしてもらう必要があります。また OBS で設定するときは動画を繰り返し再生するような設定を行うので、違和感が出てこないようにループ再生できるような動画がおすすめです。商用利用 OK で無料で利用可能なフリー動画をダウンロードするのであれば、 Pexels というサイトが動画の種類が豊富でおすすめなので、こちらのサイトを使用して好きな動画をダウンロードしてみてください。説明欄に Pexels のリンクを記載しておきます。動画を準備することができたら、動く枠の設定をしていきますが、今回は PS5 の映像の上に動く枠を表示させてみたいと思います。まずはダウンロードした動画を入れていきたいので、ソースの欄のプラスをクリックしてメディアソースをクリックします。するとソースを作成選択という画面が表示されますが、分かりやすい名前をつけたら OK をクリックしてください。今回は解説のために初期設定の名前のまま解説していきます。次にプロパティの画面が表示されますが、ローカルファイルの参照をクリックしてください。すると PC 内から動画を選択できるようになるので、ダウンロードしたフリー動画をクリックしましょう。今回はこの炎の動画で設定してみようと思います。実際に動画をクリックするとローカルファイルの項目にその動画が設定されるので、あとは繰り返しの項目にチェックを入れて OK をクリックしましょう。すると選択した動画が表示されます。もしも音声が入っている動画を使用する場合は、音声ミキサーの中にあるメディアソースのスピーカーマークをクリックしてミュートにするようにしてください。次にこのメディアソースを選択した状態でフィルターをクリックしてください。するとフィルタ設定の画面が表示されるので、エフェクトフィルターの項目のプラスをクリックしてイメージマスクブレンドをクリックします。次にフィルタ名を設定できる画面が表示されますが、特に変更することなく OK をクリックしてください。次にイメージマスクの設定画面が表示されますが、パスの項目にある参照をクリックしてください。すると PC 内から画像を選択できる画面が表示されるので、先ほど GIMP で作成した画像や無料配布した画像をクリックしましょう。すると白い部分のみ映像が残って枠のように表示されます。あとは閉じるをクリックしてください。実際の画面を確認してみると、このように動く枠を表示させることができます。動く枠用にメディアソースで設定した動画を変更することで、また違った雰囲気に変えることもできるので、いろいろ試してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法や録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gigatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。